路線車、西鉄バス北九州、弥生が丘自動車営業所は、西鉄バス北九州のバス営業所の一つで、主に、北九州市小倉南区南東部を中心にエリアとする。本社小倉営業所や行橋営業所とも、事業分担を行っている。福岡県北九州市小倉南区外弥生が丘一丁目11、の一もともと、現在の、曽根神殿バス停付近にあった。 ソネ自動車営業所であったが、平成に入り、西鉄が小倉南区番地区で、やよいが丘住宅団地の開発を行っていたのに合わせて、一転開業した。これは西鉄が一般的に行っている手法であり、大野城4月の裏所在の西鉄バス二日市現、本社も同じ経緯で開業している。組織変更も頻繁に行われており、以前は、 小倉自動車営業所弥生いが丘営業区であった。また、現在は、再独立した、行橋営業所を参加に収めていた時期もあった。2021年7月31日現在の、路線行橋福岡線行橋営業所の、単独運営や弥生いが丘営業所の単独運営の、時代があったが、現在は、両営業所共感となっている。以下、 ニナデン営業所廃止により大きく変更がなされた。もともとは長野小倉線に組み込まれていたが、2021年7月31日のダイヤ改正で138番、急行が韓小倉線として独立した。各路線ともかつては10番を名乗り、国道10号線に沿って安倍山、曽根から中津まで幅広い路線を網羅していた。常見弥生が、 他の路線も10番系統として存在したことがある。全便が中型スロープ付き車両で運転だったが、2021年7月31日より、スロープ付き大型車となった。5番と同様に2015年5月18日のダイヤ改正より、3アクア島島域が平日朝1本のみ新設されたがそちらは、戸畑営業所が担当している。戸畑営業所と、 小倉営業所と共感。弥生が丘、岡下曽根と沼、沼吉田団地を結ぶ路線。2020年3月14日のダイヤ改正で、韓国ら線として新設。その後2021年7月31日のダイヤ改正で、弥生が、岡フィーダー線として独立した。JR 日報本線と接続するダイヤ設定になっている。 原則として、中型車が使用される。弥生が、丘から、抜き小学校、津田を経由し、下曽根駅を結ぶ路線。38から1の減便に伴い、抜き小学校経由は本系統をもって代替される、こととなった。津田第二にて38番と接続する、ダイヤ設定となっている。日報ニュータウンと、下曽根駅を結ぶ路線。日方ニュータウン地区には、 小倉直通の16番、急行下曽根方面の2から2が、少数ずつ乗り入れていたが、2021年7月31日のダイヤ改正で、小倉直通は、ラッシュ時の急行を除き取りやめ、代わりに、寺挟ま口で折り返す、本系統が運行されることとなった。本数は1時間1本程度で、寺坂口にて、特会10番と接続する、ダイヤ設定となっている。 2021年7月31日のダイヤ改正で、抜き小倉線13番、並びに、黒バルトバタ線27番の一部区間を、振り替えとして新設。全便中型スロープ付きバスで運行される。時刻変更は、航空ダイヤ連動である。急行黒間んライナー蒸気停留所の未停車。 2014年4月26日から2015年1月25日の間の土曜、休日のみ、1日4往復の期間限定運行。北九州空港と中津駅の間を国道10号線を経由して結び、行橋市、築城町、部前市、中津市の中心部に停留所を設置した。ちなみに、黒勘君とは、2014年の大河ドラマ、軍師、 韓米にちなんだ中津市の軍師韓米推進事業公式キャラクター。ラッピングを施した高速バス用車両の専用車で運行。運賃表示機は小田原機器製。運賃箱はレシップ製。北九州地区で初めてレシップ製運賃箱を導入した営業所である。ありがとうございます。